皆さんお疲れ様でしたそれでは令和5年度第1回担当式試験の回答速報を始めます企業法を担当いたします森村です今回まずは、えっと、回答を5つずつ区切って読み上げていきますね1,2,5,2,3,1,2,5,2,3で6から10までが6,5,2,5,6,6,5,2,5,6 11から15までが523455234516から20までが4231342313です。で、正当可能性は、まあえー、と正当可能性が高い、まあ、比較的優しいと考えられたものをこうというふうに表示してで、えー、まあまあそこそこ難しかったというのが中ですね。でまあこれはとっても難しいというのを定にしてます。それで その数なんですけども、えー、高中低の数を見ますと、ですねこの辺に書いていいかな、まあ、比較的優しかった問題というのが、えー、20問中9問ですねで、中程度の難易度の問題が8問で、非常に難しい問題が3問あったと。 でまあ、どれぐらい取りたいかっていうことですけれども、まあ、今回はもう本当に難しかったですよねでまあ正当可能性が高いものは9問中9問取りたいですけれども、まあ、それでも1個ぐらいミスするってことはあるでしょうねで正当可能性が中程度のものは4から5取りたいとで、まあ、正当可能性低いものは1問取れればラッキーということで、まあ、ゼロでもしょうがないとそうすると、えー、45点の、えー、20点 点から25点、そしてま0とするとですね、えー、合計すると。65点から70点とまあ、いつもはあの企業法は何入れても80点取りたいですね。っていう話をしてるんですけども、今回は点数かなり取りにくかったんじゃないかと思います。まあ、細かい問題多かったですし、細かいだけではなくて、ちょっとこの条文の損否だけでは判断できないとちょっと考えなきゃいけないような問題も出て。 来、えー、ましたのでねちょっと大変だったかと思います。えー、それで,で、取材形式等についてはですね、あんまあ、上写映しといた方がいいですね、取、え、材、ー、形式等については、まあ、いつもと変わらないですね、取材数20問で、配点5点で、問題誌4誌の選択肢5誌ですよねで、分野別取材誌も,数も,もうほとんど変わらないです、いつもど通りですね、商法が2問で、金商法が2問で、会社法が16問、会社法の内訳も、 設立2問、株式2問、期間6問、計算1問、資金上達2問、で、持ち分会社が1問、で、組織再編が2問ですよね。で、判例が7紙出てました。これも大体変わらないです。で、難易度ですけども、これはもう史上最高に難しかったと言えるんじゃないかと思います。ま,あ、まだ全然あの受験生の方に、 ヒアリングしてないので分からないですけども、平均で43%、43.0%ぐらいになるんじゃないかという、えー、気もいたします、えー。はい、それではですね、えーっと、気になった問題を見ていきましょうか。まあ、今の話もちょっと載せときますか。えー、っと まあこんなのを今聞いてもしょうがないと思うんですけどね、まあ、これはあの詳しい室内分析についてはあの担当分析会でまたお話しすると思いますけども、まあ、現時点での難易度難易度は相当難しいというか、まあ、史上最高に難しいんじゃないかというので43.0%ぐらいの平均を予想してますはいであとはじゃあその難しかったと思われる問題をですねえっと その正当可能性が低いあるいは中程度のものですね、えー、それを解説していきましょう、えー、問題をお持ちの皆さんは問題をご覧くださいまず問題4ですね正当可能性が中設立の分野からの取材です 株式会社の設立に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選びなさいなお設立される株式会社は種類株式発行会社ではないものとすると直、まあ、書きがついているときは要注意なんですけどもこの場合は、まあ、いわゆるネガティブリストでね、えー、っと種類株式発行会社についてはいろいろ種類株式種類ごとに定めなきゃいけないことがありますけどもそこは考えなくていいですよということですよね。 あの足し発起人が株式会社の設立に際して成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項を定めようとする場合、まあ、いわゆる株式発行事項というやつですよね32条に列挙されているものです。 ですから当該事項について定価の定めがあるときを除き発起人の全員の同意を得なければならないと定価の定めがあるってことは当然発起人の全員の同意を得てるわけですしそうでない場合であっても発起人全員の同意を得なきゃいけないっていうのが32条1項3号に書いてますからこれは丸ってことになりますよね。で井ノ端募集設立の場合において株式会社の成立により発起人が受ける報酬および、えー、その発起人の氏名または名称が定価に記載されまたは記録されていないときはこれは何かというと。 変態設立事項ですよね？で、変態設立事項っていうのは条文に書いてますように。26条1項の定款に記載することを要するというふうに書いてるんですね。26条1項の定款というのは、これはあの発起人が作った定款原始定款ですからね。ですから、これを創立総会の、えー、決議により定めることはできないということになりますよね。まあ、上にバツ書いちゃっていいかな？見えるからいいよね。うの足えー、発起設立の。 場合において設立時監査等委員である設立時取締役の解任は発起人の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決定するとこれは会社の成立設立段階でも成立後であっても監査役あるいは監査役に相当する役職の人を首切ろうと思ったら、まあ、特別決議3分の2以上にあたる多数をもって行わなきゃいけないとだからこれはここを読み飛ばしちゃダメなんですよね。設立時監査等委員であるとといううここを読み飛ばしちゃうと 単に設立時取締役の解任っていうふうに読んじゃうとですね3分の2もいらないんじゃないかと過半数でいいんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけどそうじゃないんですね。監査役相当の役職の職人ですから江ノ橋株式会社の設立の無効の訴えにかかる請求を任用する判決が確定した場合その無効の原因が一部の株主のみにあるときは、まあ、そもそも一部の株主のみにあるときはっていうのはそれが設立無効には普通ならないんですよね。 でもまあそれになるとしても他の株主の全員の同意によって当該株式会社を継続することができるというかこれはまあ持ち分会社にはそういう規定があるんですけども642条1項にあるんですけども株式会社ではこういう規定ないですからねですから「あ」と「う」が正しくて正解は「二ということになりますねまあこれなんかでもちょっと細かいですよねで次は問題6です これがまあ非常に難しい問題ですよね問題6、えー、株主名簿または株主の権利に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選びなさいと、えー、株式の分野からの取材ですね判例も聞かれてます。 であの足株主名簿の閲覧または当社の請求者が株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営みまたはこれに従事するものであるときは株主名簿の閲覧または当社の請求の拒絶事由であるとこれはまあ平成26年改正前は拒絶事由だったんですけども今はまあ合併のむしろシナジー効果を積極的に評価していこうということで、まあ、合併の前段階準備として、えー、その会社のですね 株主名簿を見せろっていうことありうるのでこれは拒絶自由にはなってないですよね。で「井ノ足」「株式会社は基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができるものと定めた場合には、まあ、基準日株主定めたんですね当該基準日後に実施された同一募集株式の発行により株式を取得したものの一部に当該株主総会における議決権の行使を認めることができると」ま。あ、4条4項の問題なんですけども 124条4項で、えー、基準日後に発行した株式であっても、えー、とその議決権の行使認めることができるっていうのは4項にあるんですよねただし正し書きっていうのが正、えー、し書きっていうのがありましてですねえっ、ー、とその株主の 基準日株主の権利を害することはできないっていうふうに書いてあるんですねまあ、そこの問題かなと思うと実はこれはですねその同一の募集株式の発行によりっていうここなんですよ同一の募集株式の発行により株式を取得したものの一部ここなんですよねだからこれ同一の募集株式の発行で株式取得した人っていうのは株主平等原則 に照らししてみればこればここは同一の扱いをしなきゃいをななけませんんよよねそこなんですよだからこの同一の募集株式の発行により株式を取得したものの一部だけ議決権行使を認めるのはそれは平等原則に反するから駄目ですよということになります。でこれがですねなかなか怖い足でしてでこれって条文読んだだけじゃ分かんないじゃないですか。 今まではその条文の損否そういう条文があるんですかないんですかっていう問題だけだったんですけどもそうでないのはあの最高裁判所の判例の趣旨によればっていうんで最高裁の解釈を聞くっていう取材形式だったんですよ。ところがこれっていうのはですねその条文の解釈を聞いてますよね。ですよね。だだかからら条文文に明ののの規定がないいいででここれは怖いですね今後だからこういう傾向の足を これからも取材するってことに、まあ、なるんでしょうけどもなるとすると今までのただ条文を覚えればいいっていう勉強ではちょっと足りなくなってきたかなという気がいたします、はい、では宇野足株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達していない場合には株式会社当該株主に対する通知または催告をすることを要しないこれもそのままですね <laughs> 所在不明株主ということですね。 で A、最高裁判所の判例が出てきました最高裁判所の判例の趣旨ですね、A、最高裁判判所の判例の例趣旨によれば譲渡制限株式でない株式にかかる株券権の提出に関する広告等の手続きが取られ株権提出期間が経過したことにより無効となった株権を所持するものは株権提出期間経過前に譲渡により株主となっていた場合だから株権提出期間経過前ですからね。 もうその時に株主になってたわけですからいた場合にはですねその時はその時株権まだ有効だったわけですよねだから株式会社に対して9株権既に無効となってしまった旧株権を提示して株権提出期間経過前に当該旧株権の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して株主名簿の明確化を請求することができるこれできるんですよねそういう判例があります。これもでもでで細かかいいい判判例例すよねいつののというとう昭和60年の 3月7日の判例でこういうものがあるんですね <laughs> でもまあ絵の足はなんとなく丸っぽいなっていう感じはしますかねそうすれば「う」の足が確実に「丸」なのでまあこれは正当可能性低いにしましたけどもそういう観点で解いた方にとっては割と簡単に解けたのかなとは思いますけどねただ「い」の足はやっぱりこれは。 作文者としては、まあ、もしなんか作る人間としては怖いですね、今後こういうことも加味して、当然、模試の問題を作っていかなきゃいけないと思うと、やることがずいぶん増えますね。はい、それでは問題7です。えー、これは資金調達ですね。募集株株式または新株予約権に関する 次の記述のうち正しいものの組み合わせとして最も適切な番号一つ選びなさいとなお定管に別の定めはないものとするこれもまあネガティブリストなので気にしなくていいってことですね。あの足公開会社の募集株式の割り当てにより当該募集株式の引き受け人となったものが当該公開会社の総株主の議決権の2分の1を超える数の議決権を有することになる場合において、えー、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該公開会社に反対の 通知をした時は株主総会の特別決議によって当該引受け人に対して募集株式の割り当てについて承認を受けなければならないこれは特別決議によってってどこがバツなんですよね。普通決議でで足りるんですよねあの公開会社ののの募集株式の発行の場合には まあ原則取締役会の決議だけでできちゃうので,、ね、で例外2つありますよと1つは第三者に対する有利発行でこれは特別決議ですねでもう1つはこの支配株の主の移転ですよね <laughs> この場合には普通決議ですねっていう話はしてるので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、まあ、ちょっと文章が長いのと、えー、それをその場合であるっていうのを読み取るっていうことですね、まあ、あと特別決議か否かっていうところで普通決議って覚えてる方にとっては特に問題ないとは思いますけどね。 井足最高裁判所の判例の趣旨によれば公開会社でない株式会社において募集事項の決定について株主総会の特別決議を経ないまま株主割り当て以外の方法によってされた募集株式の発行には無効原因があると、えー、最高裁判所の判例の趣旨が聞かれてますけれども非公開会社においては株主の持ち株比率の維持っていうのは重要な利益ですよね。でそれがしかもあしかかももじゃなくてて株主割り当て以外の方法によって 発行される場合には、えー、既存株主の持ち株比率が下がってしまいますから、この場合は公開会社と違って非公開会社では、えー、無効原因に、えー、あると無効無効原因があるとされてますよね。うぬわし最高裁判所の判例の趣旨によれば、特定の株主により株式会社の経営支配権を取得しようとする行為が行われている場合に、当該株式会社がこれを阻止するため、当該株主 当該特定の株主以外の株主が行使することができるという条件を付した、まあ、いわゆる差別的な条件を付した新株予約権の無償割り当ては株主平等の原則の趣旨が及ばないんじゃなくて趣旨が及ぶでしたよね。で趣旨が及ぶとした上で平等原則違反になるかどうかを考えていきましょうっていうそういう話ですもんね。まあ、ブルドックソースをはじめとする <laughs> 判例ですよね。 N はし募集新株予約権を無償で発行した株式会社は募集新株予約権の払い込み金額の算定方法を定めた場合において登記申請の時までに募集新株予約権の払い込み金額が確定してない時は当該算定方法を登記しなければならない細かいっすよねこれはねこれ丸なんですよ、まあ、どこに書いてあるかっていうとこの募集株式の発行のところに書いてあるんじゃなくて登記事項の911条なんですよね3項 12号とといいうところにこれそ,のそのままがこれ書いてあるんですよねただまあ911条こ,んここまで細かいとこはなかなか読みませんよね。まあただ正解に達するかどうかっていうのは「イ」の足はもう,こう正しいって判例は皆さんご存知だと思うんですよね。そうするとどうですかね。まあ「ブルドック有名だったから勉強してたよっていうので「う」の足が×っていうふうに。 気づきますかね。それでもあと A でやっぱり迷いますよねこれね結構やっぱりこれは難しい問題だったと思いますはい次は問題9正当可能性中程度中程度の問題ですね、えー、取締役会設置会社の株主の議案要領通知請求権に関する次の 記述のうち正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選びなさいと305条の話を聞いてるわけですよね。あと直書きまた書きについては特にまあ考慮しなくていいというネガティブリストですね。ある足し株主が10を超える数の議案についてその要領を株主総会の招集通知に記載するよう請求した場合には取締役は当該株主の意行にかかわらず10を超える数に相当することとなる数の議案を定めその 記載を拒むことができるこの当該株主の意向にかかわらずっていうとこがこれが間違ってるわけですよね。これがですね305条5項正し書きで、えー、書いておきましょうか305条5項があるんですけどそこに正し書きがあるんですよね。でこの10っていうのはどの10を選ぶかっていうのは。 確かにその取締役が選ぶんですけどもそれは株主の定めた優先順位に従ってということがありますのでそれでこの足は罰ということになります。との足10を超える数に相当する議案であることを理由にその,議案その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかどうかを判断する場合において指名委員会等を設置する旨の定款の定めこの定款の定めを廃止するということは定款変更ですよね、議案が。 廃止する議案および監査党委員会を設置する旨の定款の定めを設けるこれもだから定款の定めを設けるということでえっとその定款変更の議案ですよね。でこのような定款変更の議案の場合には相互に矛盾する両立しないえ議案については1個の議案とみなすということになってますので議論はは正しいということになります。 宇の足10を超える数に相当する議案であることを理由にその要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において2人の会計監査人を再任しないこととする議案は2個の議案とみなされるこれはあのえー、っとそのえー任解任うん、再任しないことについては、えー、何人いても1個と数えますので1個の議案とみなされるですよね。 まあこれもまあご存知の方多かったと思うんですけども細かいですよねこれはね。N はし株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には取締役はその要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができるこれはまあこれはご存知の方多かったんじゃないですかね。項で、まあその 大した賛成も得られなくてそれから3年経過してないんだったらどうせまた否決されるだろうというので株主が提出する株主が提出しようとするときには拒むことができるんですよね会社は提出できるんですよね会社は、えー、提出できるけれどもっていうところでまあこれはわかるんじゃないですかね <laughs> はいそれでは次第13問ですね 関の問題です監査党委,、ね、委員である取締役は株主総会において監査党委員である取締役の選任もしくは解任または辞任について意見を述べることができるこれは特に問題ないですよね。監査党委員である取締役でお仲間のである取締役については意見述べることができるで問題ないですよね。 胃の足、監査等委員は取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をする恐れがある場合において当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害を生ずる恐れがあるときは、えー、監査等委員会の決議により当該取締役に対して当該行為をやめることを請求することができる、まあ、いわゆる違法行為の差し止め請求権ですけれどもこれ、違法行為の差し止め請求権というのは緊急性のある案件ですのでだからこれは個々の監査等委員に うんと与えられてるっていうお話はしてると思いますのでまだ普通に考えてだって、うん、ねなんかまずいこと取締役がしようとしてる時にそれ,それをですねあのいちいち監査党委員会開いてなんて悠長なことしてられませんもんねですから井、e、の足は罰ですね。この足監査党委員会が選定する監査党委員は株主総会において監査党委員である取締役以外の,以外の取締役の選,選任 もしくは解任または辞任について監査党委員会の意見を述べなければならないこれも嫌なところで引っ掛けてますね述べなければならないじゃなくて、えー、述べることができるんですよね以外の取締役に関してですからねでえの足取締役は監査党委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには監査党委員会の同意を得なければならないこれはまあその通りですよねである選任取締役の選任ですから監査党委員会の同意を得なければ ならないということになります、えー。ということですね。はい、では次、えー、問題十号。今年は難しかったので、まあ解説要する問題が随分たくさんありますね。 問問題題15は持ち分会社のしかも計算に関する問題でするであの足損益分配の割合について定価の定めがない時はその割合は発行済み持ち分の総数ってもう知,知らない言葉出てきましたよね発行済み持ち分の総数なんていう言葉はそもそもあの持ち分会社にないですからねに占める事故の持ち分の個数に応じて定めると、えー、まあそもそもそういう持ち分というのが今日の均等な株式のように均等な割合的単になってませんから。 これはじゃあどうなってるかというと622条1項でね出資の科学に応じると622条1項ですねまあいわゆる捏造条文なのでこういう時にいやそんな言葉聞いたことないよっていうんで自信持ってツはなかなかつけられないですよね猪苗利益についてのみその分配の割合についての定めを定款で定めた時は損失の分配についても同じ割合で定めたものと推定されるこれはも622条の2項で えー、そのままの規定があります。まあ、こういうところはやっぱり条文を読んどかないと自信持って丸つけられないですよね。うの足合資会社の債権者は当該合資会社の営業時間内はいつでも当該合資会社の計算書類作成した日から5年以内のものに限るの閲覧を請求することができる。これは合資会社じゃなくて合資会社の債権者じゃなくて合同会社の債権者なんですよね。 で基本的にあの持ち分会社の場合には債権者にはその、えー、と計算書類の閲覧当射権がないんですよねだからあのご、えー、持ち分会社の場合には、えー、その持ち分会社が債務超過の時には、うん、その持ち分会社の社員に対して、えー、強制執行できるっていう条文ありますよね580条の1項があるんですけどもところがまあこれも講義でよくお話ししてるんですけども持ち分会社の場合には 債権者にその計算書類の閲覧請求権が原則ないのでだからその債務超過を証明するのも大変なんですよっていう話をしてると思いますけどそれですよねだから「う」の足はあごめんなさい「丸じゃない「う」の足はバツですバツですう」えー、右の足はバ、ね、ツですよね。 N はし、い、合同会社は、えー、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価格が当該利益の配当する日における利益額を超える場合には、えー、当該利益の配当することができないこれもそうですよね、えーまあ、これ認めちゃうとその全部履行の原則が崩れてしまいますのでこれはダメだということになりますよね。そううすするとどうですかね。答えは。 答えはだから「い」イの足がここを推定されるっていうところでまあ特に引っかからなければ大丈夫かなこれもまあ一応中程度の正答可能性にしてましたけどまあこうでもいいかもしれませんねまあ回答は回答はちょっと不安だけれども正解に達したという問題が結構ありますねそうすると平均でもうちょっと上が,上がってもいいかもしれないですね平均43ぐらいって言いましたけども まあでもやっぱり44はいかないんじゃないかな44まあそのあたりだと思いますけどねでは次問題16謝罪に関する問題です、えー、あの足謝罪の利息の請求権はこれを行使することができる時から10年間行使しないときは事項によって証明するこれは10年じゃなくて、えー、元本は10年利息は5年というので、えー、それは覚えてらっしゃった方は多かったんじゃないかと思います。条2項ですね <laughs> 井の足社債発行会社は、社債権が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される利息の、えー、社債の利息の請求権が弁済期にあるときを除き、当該請求権の額を償還、えー、額から控除しなければならない。これね、こんな細かいの知らないよって思われるかもしれませんけども、700条1項に、 そのまま条文があるんですよねですから後ろの方端っこの方の条文はやっぱり読んどいた方がいいですねはい宇野は最高裁判所の判例の趣旨によれば特段の事情がない限り社債の利息に利息制限法1条が定める利息の制限は適用されないこんなもの誰も知らなかったと思いますでこれはですねえー、と令和3年のえー 1>, 1, 月だ1月26日判例なんですよね。まあ、これは利息制限法の判例ですからねそんなものをまあ普通やらないですよね。で利息制限法っていうのはどういう法律かっていうとその,あのまあ一般の消費者って言いましょうかね要するに金借りる立場が弱い立場だからだからその人がこの暴利行為の犠牲にならないようにっていうんで。 その役上すするる利息を制限つけてるわけてわですよねところがこれ社債の場合は会社が利息を決めて発行するわけじゃないですか交渉で決めるわけじゃなくて会社が決めて発行するわけですのでそんな暴利が暴利行為が生まれるようなことはないだろうっていうことですよね一般公衆保護っていう趣旨が妥当しませんからだから、えー、適用されないで丸なんですよね。そんななここと知らないですよねこれねれどういうふうにこういうのを考えればいいですかね 利息制限法の趣旨ぐらいは知っとけとかっていうことなんですかね。ちょっと大変だと思います、この問題は。絵の足、社債管理者が社債権者のために社債にかかる債権の弁債を受けた場合、えー、社債権者の当該社債管理者に対する利息の、社債の利息についての支払い請求権は、これを行使することができる時から5年間行使しない時は、時効によって証明すると。この5年間っていうのが、これがだから、利息だから、 利息だからね5年っていうのでつい丸をつけちゃいそうなんですよただこれはその利んでかっていうとその社債管理者が受け取ってその社債管理者から社債権者がそれをこう払支払ってもらうって話ですのでねだからこれも条文がありましてね7 0五条3項から2項なんですよね 2項前段ですかねまあ2項でいいや、えー。ということでこれはツということになりますこれはでも相当これは難易度低難易度高いっていうか正当可能性は低いんじゃなかったないかと思います間違ってもしょうがないですねこれはねでは、えー、問題17です、えー、合併会社分割 及および株式交付、並びにその登記に関する記述ですね、組織再編です。まあ、こもりも細かいです。あの足、新設合併設立会社は、その本店の所在地において、設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。権利義務を承継するってなってますけど、これ、要するに、効力発生するのはいつですかっていうことを聞いてるわけですよね。だとすると、新設合併の場合は、登記、設立の登記をした、 日ですすから正しいってことになりますよね、えー、井の足株式交付親会社の株式を譲渡の対価とする株式交付において、まあ、普通の株式交付ですよね株式交付子会社の株式の譲渡人は、えー、その株式交付親会社に株式を譲渡しますっていう,うそういうふうに決めたその子会社の譲渡人株主ですよね、えー、はですね 株式交付の登記をした日に、えー、株式交付親会社の株主となるとこの株式交付の登記をした日っていうのが、えー、間違ってますよねこれは効力発生日ですよね、えー、まあこれは解けるんじゃないかな、えー、774条の11、えーま、書いておきましょうか774条 の11第2項ですよねはいうの足、えー、九州合併消滅会社の九州合併による解散は九州合併の登記の後でなければこれをもって第三者に対抗することができない。まあ、それはそうですよね、えー。消滅会社の解散ですからね、それは登記が対抗要件になるのは、それはそうですよね。で これがね、ちょっとひどい足ですよ。九州分割により九州分割会社に帰属していた不動産の所有権が九州分割承継会社に移転したことはそれは効力発生すれば移転しますからね一般承継で当然に移転しますよね九州分割の登記をもって第三者に対抗することができるっていうかというとこれ不動産の所有権の対抗要件ですからえ九州分割の登記じゃなくて、まあ、普通に民法177条で えー、不動産登記某における登記ってことになりますよねこれはちょっとどうですかねどうですかねってのも変ですけども知らないよっていう感じだと思いますねはいでは問題18です 問題18は株式会社の吸収合併に関する問題ですね、えー。あの足、存続会社は消滅会社および当該存続会社が保有する当該消滅会社の株式については、えー、合併対価を割り当てることができないこれはどうですかねご存知の方もいらしたんじゃないかと思います。細かいっては細かいですけども750条2項3号に、えー、そういうふうに書いてますわね。 で井の足消滅会社が公開会社である場合には存続会社は当該消滅会社の株主に対し合併対価として当該存続会社が発行する譲渡制限株式を交付することができないまあ要件きつくなりますけども、えー、交付することができないってことはないですよね井の足存続会社は消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対してその要する新株予約権に変えて当該存続会社の株式を交付することができるこれをちょっとね 読み飛ばしちゃうとああこれはあのなんちゃらかんちゃら新株予約権だって思っちゃうとダメなんですよね。新株予約権は交付できますけども株式は交付できないですよね。絵、うん、の足消滅会社が種類株式発行会社である場合には存続会社及び当該消滅会社は当該消滅会社のある種類の株式の株主に対し、えー、合併対価を交付しないとすることができると。でこれはなんとなく不平等な感じしますけども、えー、これでいいんですよね、うん。その合併対価等については 種類株式発行会社によっては種類株式ごとに定めることになってますからこういうような扱いは問題ないということですよねはい問題19金賞、えー、法ですね次の手法のうち金融商品取引法上の金融指標に該当し得るものの組み合わせ なんですけどねまあ金賞法の2条24項とか25項に書いてあるんですけどもまあ暗号資産の価格はわかると思うんですよ <laughs> それがまあ変動することで、まあ、要するにデリバティブの取引になりうる指標になりうるものですよねそうするとこれなんとなくうぅ々つけちゃいそうですよね絵はね×バツつくと思うんですよ別に報酬取締役の報酬がその平均額が変わったってそれで <laughs> 金融商品が何かか動くようななももんでもないでいすからねまあはこの気象庁が発表する特定の地域における一定期間の気温の平均、えー、まあ要するに気象指標ですよね、まあ、これが正しいんですけどなんとなく「う」に丸つけちゃいそうな感じはしますけどねまあだからこれは。 これはもう勘缶が当たったかどうかだと思うんですよ。事前にここまでしっかりやってる方はそうはいらっしゃらないんじゃないかと思います。はい、最後問題二十、えー。親会社等状況報告書ですね。で名がきまたがきはあんまり気にしなくていいです。あの足提出子会社は有価証券報告書を提出しなければならない会社で、かつ この勝以降の要件が課せられているかどうかですね、金融商品取引所に上場されている有価証券または流通状況が当該有価証券に準ずるものの発行者に限られると、これは実は正しいんですよね。えーっ,となんえー、っと、待てよ、何条だったかな、ちょっと条文の引用を書いてある紙がどっか行っちゃったので、えー、申し訳ないですけど、まあまあ、ま、えー、丸です。 で井の足えー、親会社等状況報告書は提出子会社の事業年度ごとに当該事業年度経過後3ヶ月以内に、えー、内閣総理大臣に提出しなきゃいけないこと3ヶ月以内で合ってるなと思っちゃだめでこれは提出子会社の事業年度ごとではなくてその親会社の事業年度ごとなんですよねだからこれは間違ってるとで卯之橋親会社等状況報告書を提出したものは遅解なくその写しを提出子会社の 株主および債権者にまで、えー、出さなきゃいけないかというと提出子会社にはコピーを送らなきゃいけないんですけどもその株主や債権者にまでは交付しなきゃいけないってことはそれはないですよねさすがにね、えー、ということでツですねで絵の足内閣総理大臣は内閣府令で定めるところにより親会社等状況報告書をこれを受理した日から5年を経過するまでの間公衆の従来に供しなければならないとまあ5年が基本でそれより短いものを覚えておきましょうっていう 話をしているところなので、まあ、迷えば5年ということですよね。でも、これはなかなか、細かいですね。これもなかなか難しい問題だと思います。はい。ということで、えー、まあ、一応の解説、難易度が高そうなものの解説をしてみました。いかがでしょうか。で、いつも話してますように、あの、企業法のその難易度で <laughs>、 あの全体の合格のボーダーが変わるってことはまああまりありませんので、えー、ま全体の出来不出来で、えー、それについてはまた予備校からですね、えー、あるいはま講師の講師の方からって変ですけど講師からえその発表があったりするかと思います。ただまあその一気一住してももうすでに取ってしまった自分の点数は変えられませんので、もうできるだけ早く頭を切り替えて8月の論文に向けて。 勉強していただきたいというふうに思います、えー、それでは企業法の回答速報はこれで終わります、えー、どうも皆さんお疲れ様でした